はい、金の鳥居から登ってきまして、ここがケーブルカーの、花駅でございます。これから宝平殿に上がっていきます。人工上り電車です。どうぞ。希望そのままお待ちください。はい、いらっしゃいませ。人工上り電車。後ろ見ていきますか。いや、前。前がいいですか。よいしょ。いらっしゃいませ。どうぞ。なるほど、相当崇められてたっていうことですよね。これがあの明治 の、 し、あの神仏分離令で、はいはい、ここ の、 あの修験道たちがみんな減俗させられて、あ、はい、でそれで あそこにあの建ってたお寺、あれは近藤跡なんですけどね、これから行くところ、それを宝平殿ということで彦山神宮に切り替えたんです。なるほど。神道だけ の、 あのあお宮さんにしてしまった。だからでも神仏修行だ長かったから、いまだにあそこにあの鐘がありますよ。鐘楼が。お寺の鐘。あ、お寺が残ってます。で、あそこの金堂に入ってたあの仏像なんかはもう全部下ろされて、それでも完全に神道に切り替えられたんですね。だから明治時代にまた再びここの神々が消されたんです。そういうこと。で国家神道はだから天照大神だけを建てたんです。伊勢神道です。とかここに祀られている神様、大物主とか、はいはい、雨の港主とか高見結びの神とか、そういう 神々が結局明治時代にまた再三再四消されたんです。最初に消したのは天武天皇です。次に消したのは多分醍醐天皇です。それまでの資源層がたくさんいたわけですね。そうですね。でこの福岡県中 の、 あのこう峰々をずっとこう修行してたんですね。佐賀方面まで行ってますからね。でそこには大分のだから、ま、六郷万山、あそこのお寺も全部あの彦さんの修験道のコースです。名前がいいでしょ。神駅か。下が花駅、上が神駅です。はい、どうもありがとうございました。忘れ物のように。これちょうど彦山 の、 あの頂上がですね、3つの竹になってるんでございます、はい、で現代ではあの真ん中にイザナミの御事、はい、それから、南岳にイザナギの御事、はい、北岳に雨の押し本身の御事が祀られています。ただ大事なことは真ん中が女神様です。はいはいはい、はい、女神様ですよね。それで古事記の最初に戻った瞬間に、あ、これは雨の港主っていう方が実はあの水月の都合思いの大祓い出てくる清立姫だってことにやっと気がついたと思います。じゃあその御熊の神先に行きましょうか。もでかいし、ここにあの明治政府の圧力の跡が見られます、ここに書いてあります看板です。雨の御熊りの神で括弧して龍神とありますね。流水を疎通分配することを司る神、御由緒当彦山神宮、御流神水は修験業者が入部時に必ず水筒に入れ、部中の保険引用とお守りとして用いたものである。近来は不老長寿の御神水としていただく参詣者が多く、水源は岩の間より流れる円通の滝より来ている霊水であります。で私はここの龍神に水月の都合思いの大祓いに出てくる清立姫がやはりもともと彦山の神ではなかったか、それは古事記の冒頭の雨の御中主の神、現在ではイザナミの御事が祀られていますが、やはりここはもともと女神様、月神様が祀られていた霊山ではなかったかと考えております。井上先生いかがでしょう。
ちょっと私は不勉強のせいで何とも言えませんが、はい、ただ古事記、日本書紀の神話等々に関するですね、はい、旧跡がたくさんあるというのにはちょっと驚きですね。ありがとうございます。まあそれをそのまま、福永説を信奉していいのかどうかちょっと、まだ若干の検討が必要かとは思いますが、はいはい、検討と疑いを抱いてください。はい、お願いいたします。ご案内いただいてありがとうございます。はい、本当に素晴らしいところです。はい。抱き高の葉に二の字という紋章です。これが彦さんの本来の紋章でございます。でこれは隣の鷹の巣山にある鷹巣神社の御神紋とも同じです。だからあれ大物主を意味します。このしかし紋章なんか作り出すのは元のうち鷹の時代でしょ。いやー私はいつの時代か分かりません。ただこちらの筑豊から出るそうですね、古墳からは、馬の、蔵の尻のところに旗を立てた跡っていうのが出ておりますね。はい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 、その旗が現物は残っておりませんけど、はい、古墳時代だとするとこの土地ではもう 4,5 世紀にはもう旗がありますから当然御神紋が染められてましたね。でここは弥生時代の絹が出るところです。紀元前から神紋があったという可能性あります。先生昨日おっしゃったじゃないですか、美意識高いって縄文人、はいはい、デザインしてますか神紋。いやこれはちょっと縄文人と思いませんが絹が出ると本当ですか。絹出ますでしょ。ここから山大国の データにあるじゃないですか。いやいやいや、この紀子さんのここで絹が出てるんですか。だって立岩遺跡にも絹出てますよ、はいはい、でここの下の添田町のところにですねやっぱり豊受姫神が祀ってありまして、はい、そこから絹が出てる可能性っていうのはやっぱあるんですが、今いまだに出ませんけど立岩遺跡の亀館から出ました、はい、いや朝倉も鉄塔にこう巻いてあったやつです。亀館からたくいくつか出てますしね、はいはい、ですからそれでしかもですよこの前先生下日出遺跡持ってこられましたけど、はい、紀元前200年にはもう墨で字書いてましたよね。じゃあ絵だって書いてますよね、うん、で弥生時代の絹に紋章とかデザインが書かれててもおかしくないですよね。私はもう筑豊はそういう場所だと信じきっております。にわかには願心できませんが可能性としてないことはないというそういうことですね。可能性はゼロじゃないですねこの土地だとなるほど。奈良県では起こり得ませんあそこから絹は出ます。奈良県では絹はないですからね。全然出ません弥生時代の絹はね、はい、そこだけは絶対一致しますね。